コンサートをやるっていうのが将来の夢で、できるできないとかじゃなくて、やるって思って調べて形にする。おはようございます。おはようございます。おはようございます。自己紹介お願いします。はい、東京工業大学の融合理工学系に通ってます石川慎です。よろしくお願いします。今日密着させていただけるということなんですけれども、はい、1日のスケジュールを教えていただいてもいいですか。今日は朝はちょっと自分の作業をして、お昼過ぎから今ミスターコンテストに出てるんですけど、それのライブ配信をして、その後はミーティングをして、その後また自分の作業をするっていう感じになります。1日詰まってますね、結構予定。そうですね。じゃあ行きましょう。はい、お願いします。石川さん、今何をやってるんでしょう。今は友達と一緒に作ってるアプリの UI UX の修正をちょっとしようかなと思ってます。アプリって何作ってるんですか。アプリはイベントとかその団体の情報とかを掲載できる、まあ、カレンダーアプリみたいなのを作ろうかなっていうふうに。アプリ開発とかもともとやってたんですか。いや、アプリの開発は完全に初めてで、僕はデザインとか SE とかでいうその上流工程みたいな比較して、何が必要かとかそういうのを作ってる人で、友達がプログラミングで実際にそれをまあ実装するっていう感じでやってるっていう感じですね。理系の人ってプログラミングみんなできるイメージありますよ。みんな必修じゃ なかったりとか、プログラミングって言っても本当にいろんな言語もあるし、いろんなフレームワークとかあるし、何使うかっていうのは本当に選択肢がいっぱいありすぎて、全部を学ぶっていうことはできないので、どうしてもその必要性というか、何かを作りたいってなって、それに向かってじゃあこういう知識が必要だから、こういうことを書いたらこういうアウトプットがあるらしいみたいなのを調べつつ学びつつみたいな、みんなやってるんじゃないかなと思います。必修じゃなくてもやっぱ自分で学ぼうと思えば文系の人でも学べますね。全然できます。もうプログラミングが分離関係ないと思ってるんで、誰でもできるんで、ぜひチャレンジしてみてください。今所属しているのは融合理工学系っていう、本当に幅広く理工系の全分野と言っても過言ではないぐらいの学問の基礎を徹底的に学ぶっていう学科で、研究室にこもって吐く行って、はい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 、はい、あんまりしないって感じなんですか。そうですね、僕は全然なくて、化学、応用化学系とかは結構多分そういういわゆる皆さんがイメージしているような吐く行って実験してみたいな感じだと思うんですけど、うちは割とあんまりそういうのはやってなくて、もちろん実験も授業であったりはするんですけど、どちらかというとプロジェクトマネジメントっていう授業があったりとか、エンジニアリングデザインみたいな授業でグループワークでものづくりしたりとか、なんかそういう感じの授業が多かったりするんで、文系なのか理系なのかよくわかんないみたいな学科かもしれないですね。ありがとうございます。メニューってあったりしますか。ありがとうございます。はい、すみません、ありがとうございます。今日日替わりと向こう野菜。はい、ありがとうございます。今どれぐらい学校は来てるんですか。学校は週4ぐらいではいるかなっていう感じ。結構来てますね。4年生とかだと、文系の場合だと週2とかなんですよ。週1、2で足りるんですけど、やっぱ忙しいんですか。はい、僕はシンプルに単位落としててそれ再利してるっていうのもあったりとか、あとはコーキングスペースの運営やってるんで、運営として割と自分がそこにいるようにしてるっていうのはあるかもしれないです。アプリ開発だったり、はい、コーワーキングスペースの運営だったり、ダンスだったり、何をやってるんですか現時点で。今やってることは国際交流系アプリの開発と、コーワーキングスペースの運営と、ダンスやってるのと、ゲストハウスの運営っていうか、まあ、あれはちょっとお手伝いみたいな感じで部分的にやったりとか、あとは今ついこの間個人事業主になって、自分でもフリーでやっていこうかなって思ってたりとかっていう感じですね。すごい。学校に通いながらそれ以外のことだけでも一日が終わっちゃいそうな勢いなんですけど、 そうですね、そもそもなんかそういう風にいろんなことやってみようって思う源泉というか、いろいろやりたいなって思えるんですか。もともと自分の興味が、いろんなものに興味が湧くっていうのもあるんだけど、将来こういうことをしたいなっていうのが自分の中で割と明確にあって、それに
役立つこと、かつその自分が興味が湧くものをやっている感じだから、自分のこう現時点と将来の自分っていうのを見た時にこの間にあるものをやってるっていう感じ。ちなみに将来の夢って何なんですか？将来はパフォーマー兼プロデューサーとしてコンサートをやるっていうのが将来の夢で、パフォーマーだけだったらもうちょっと多分芸能に振るというか被写体側に振ればいいと思うんだけど、どうしても自分でそういうコンテンツを作る側のこともやりたい、プロデューサー総合演出として関わりたいっていうのがあるから、照明であったり音響であったり、そもそもの舞台設計であったり、ファンが楽しむコンサートの構成とか、あとはそれをどうやって発信していくかとか、全部興味があるというか全部必要だなって思ってるからやんなきゃなっていう感じ。夢の実現のための手段なんですね今やってることは。そうですね。だけどなんかそれぞれも楽しんでやってそうですよね、うん、楽しいことしかやってないですね悪い言い方するといろんなことに広く手出しすぎて浅くなっちゃったりしないのかなとも思うんですけど、まあやっぱり完全に一つに絞ってやってる人よりはかけてる時間とかは浅い部分はあるのかなっていうのは、まあ、正直なところあって、ただその自分だからこそプラスになってるなって思える部分としては、そのいろんな経験とか今までしてきたのも含めて、こっからするのも含めていろんな経験をしてるからこそ出せる考え方とか意見とか知識みたいなのがあるなっていうふうに思ってて、例えばここの道で学んだことはここの道でしか活かせないっていうふうに思ってる人がいたら、それは僕は違うなって思ってて、ここの道で何かをするとき学べることって普遍的なことは変わんないから別のところにでも変わんないんですよ。だから分野が違えど行動してる量がありさえすれば本質的な普遍的な部分に触れる機会は多いから、必然的に応用が効くというか何をしても一歩前に進めるっていうのはあるかなっていうのを思ってるんで。ちなみに、はい、東工大って理系の大学じゃないですか。そうですね、理系しかいないですね理系ってやっぱ男子の方が多いんですよね。そうですね、うちの学年が女子が 13%、14% ぐらい、それぐらいしかいないです。結構文系っぽい学部なのに、はい、そんな十何パーセントなんですね。そうですね、うちの学年全部で、うちの学科は学科というか、はい、当時の、まあ、類、入学した時の類6類だったんですけど、その時は女子が 25% とかいて多いってなってたって、2割で多いなクラスによっては40人クラスで本当に女子1人とかっていうのもあったりするんで、それに比べたら多いよねって言ってましたね。そこはやっぱ理系のイメージ通りでした。イメージ通りです。あと理系あるあるなんかありますか？物を買うときとかにすごいシステム重視しちゃうとか。あーでも結構自作 PC の人は割といるかもしれない。普通に自分でパソコン作るみたいな人はちょくちょく見かけますね。なんか作れるもんなんですね。それは全然普通にいろんなパーツを買ってきてっていう感じです。なんか他ありますか？理系あるある。理系あるあるで言うと、まあ、東工大生は素数っていう言葉に敏感でこれ素数じゃないみたいなのをやたらめったら言う気がしますね。うちの学長もよくツイッターとかで今日は素数ですねとか今日は素数ですねって何ですかみたいな感じなんですけど。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした今日の配信は？今日の配信はですね、久しぶりにというか予選期間は毎日配信してて、うんうん、そこからちょっと日が空いて感謝配信ということでやってたんですけど、でもちゃんと来てくれて嬉しかったです、うん、お話上手ですね。本当上手ありがとうございます。コメントを読んでそれに対してレスポンスする感じで。そうですね。何回も来てくださってる方が多いんですか？今日来てくれてたのは、そうですね、結構頻繁に来てくれてる人たちが今日も来てくれたんで実家のようなお友達みたいに話しましたもんね。そうそうそうだからお互いいろんなことを知ってるからいろんな話もしやすいし、でも初めて来てくれた人とかもコメントくれたら極力拾うというか、コメントはほぼ拾ってる。結構配信っていうスタイルが僕にとっては合ってるかなって。さっき言ってたその夢のパフォーマーの部分ですかね。そう、これはパフォーマーの部分ですねちゃんと歌って踊ってもしてましたもんねなんかパフォーマーっぽい。バレてましたねそうですね。
今何やってるんですか？今はミスターコンテストに出てた時に使ってたアプリでマイスタっていうのがあるんですけど、それの応援コメントみたいなのが来てるんで、それのコメント返しをしてます。エンターテイナーの部分ですね今は。そうですね自分 の, このパフォーマーというか表現者の部分。毎日やってるんですか？毎日やってます。そういうのを隙間時間使いながらコツコツ。そうですね、ちょっと休憩しながらとか、それこそ今ちょうどカフェ来てるんで、まあ、カフェでとか、普段だったら割と電車の中とかでやってるかもしれないですね。さっきゲストハウスっていうワードも出てきたんですけど、はい、それは何ですか？ゲストハウスは運営全体のこととか日常の運営業務っていうのをできてなくて、家が遠くてあまりこう通えないっていうのもあるんですけど、僕はゲストハウスの階段の照明設計だけ担当してて、ゲストハウスそのちょっと暗くて芝がちょっと見づらかったりとかっていう問題があって、階段の照明設計やろうってなって僕がいろいろやったって感じですね。それも照明設計はもともとできたんですか？いや全くできなくてどうやんだろうって思って、でもなんとなく、まあ、こういう見た目のものは作りたいっていうイメージが先にあって、こういう見た目を作るにはどういうものを買ってきたらいいんだろうとか、どういう風につけたらいいんだろうとかっていうのを考えて調べてやったっていう感じです。思想力がすごいそうなんとなくできないって思い込むとダメですよね。そうですね、できるできないとかじゃなくて、やるって思って調べて形にするっていう。さっきのプログラミングだったらアプリ開発の話にもつながりますね。そうですね、とりあえずやってみるのが大事ですね、うん、何事もめっちゃ大事だと思います結構いろいろなことをやってると思うんですけど、はい、忙しすぎて辛くなっちゃったり、タスクが多すぎていっぱいいっぱいになっちゃったこととかってないんですか？やりたいなって思っててもできないことっていうのがいっぱいあって、オンラインで繋いでるんですけど、今インドにいて本当にいろんなことやってますね。そうですね、いろんなことがありますね